3月6日月曜日夜7時になりました。本日も池袋のニコニコ本社から生放送でお送りいたします、ニコラジ山田久志です。ありがとう、みんなありがとう。アシスタントはこちらだ。はい、うんこちゃんこと加藤純一です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。アシスタントはこちらだ。はい、セラミカルです。お願いします。よろしくね。という3人で今日もお送りいたします。さあ1週間また始まります。はい、始まっちゃった、3月6日だよ。早いっすね。早い早い。ちょっとじゃあみんなでね、週末何してたのトーク、はい、そっから行こうか。これね、はいはいはい、忙しいんだろうもうみんな。いいよ、誰から。じゃあ僕から行きます。誰？僕は先週末、26時間ぐらいずっと野球のゲームをしてました。配信で、野球ゲームで。はい、ずっと一人でやってました。実況、はい、飯も食わずに。あ、飯も寝ずにやってました。あ、なんか今ほらちょっとコンビニ行くからねなんて出るやつとかは。それはでもなかったですね。トイレ休憩だけですね。ぐらいで、あとタバコ吸ってる時の休憩ぐらいだけで、はあとはもうずっとやってました。面白かったです。ゲーム大好きだ。この時期野球やりたくなるんですよね、3月。そうなの？はい、もうすぐ始まってない。じゃ始まる前がやっぱ一番。なるほど、いいじゃないですか。え、結局その何時間までやったっていうのは最終的に優勝までやるためにやったの？はい、優勝までやるためにやったんですけど、優勝決定戦で負けて、もう惨敗してやり終わりました。最後それで終わったの？はい。準優勝ってこと今回？まあそうですね、2位でしたね。2位か。はい、楽しかったです。ちゃんとやっぱこうやってコメントでも応援してくれんのみんな？半分ぐらいの人はもう寝てましたね、多分。長すぎた。もう言ってましたから、今日は長くなるからみんな寝てって言ったら、信長のあの鉄砲隊みたいに交代交代でみんな元気な。そういうことなんだ。ローテーションにしてます、いつも僕は。へえ、いや俺てっきりファンはちゃんとね最後まで見んのかと思ったら寝るんだね、ファンも。寝ます、ちゃんと。あれご飯食べただろコメント、あれ疑惑来てるぞ。飯行っただろコメントが。そうそう、26時間やってると何してたかなんか覚えてないんですよ。失礼だって。分かんないんですよ結局。結果分かってねえんだな。もう分かってない、分かってない。覚えてないコメントが。はい、おでもね、似たようなことやってたの俺もね。山田さんも。俺もだってさっき帰ってきたから、はい、あの苗場で、はい、あのバンプスのね、はい、こうファンクラブのイベントがあって、あのスキー場だったわけ、はい、で、おあらこれでまた今ほら便利だからさ、もう、はい、スマホ持っていくだけでさ、こっからの、はい、滑りながら中継とかもしてて、はい、で撮るだけ撮ってみようと思って枠、はい、2日やったんだけど、うん、朝7時から次の日の朝4時ぐらいまで枠撮れたんだよ。枠取れたんだよってか、取ったんですよね。取れるもんなんだよ。取れますよそれ。あれって取れんだね。取れますよ。いや明らかに自分で取ってるでしょ。いやいや、どこまでいけるのかなと思ったら意外にいけたから。はい、うん、ああいいよ、じゃあ人脈自慢しようか。じゃあしましょう。今日の人脈自慢。今日の人脈自慢。LINE のとこに写真載ってるから。あ、これリフトね。うわすげえ綺麗。そうそう、いやでも本当いい天気だった。はい、うん、山脈自慢。山脈自慢うまいね。いや今のうまい、今のうまいね。山脈カマキリいいね。いや今日いい。さっきから言ってたんだよね、なんかもうちょっと面白いコメントって来ねえのかなって言ったら、俺はちょっと負けたな俺。開始3分で山脈カマキリいいね。でも綺麗ここ。いや本当いい天気でずっと、まあでもあんまり天気良すぎてちょっと雪も降ってくれない時はちょっとね、あのまあコンディション的にはカチカチになっちゃったりして、はい、あれ山田さんってスキーなんですか、スノボ両方できる。へえ。でももともと北海道にいた頃は僕らの時代だからスノボなんかないから、はい、スキーしかできなかったよ。あ、そうか。あ、全てはこっちに来てから。はい、そう。いやでもほらみんながやるようになるから、ちょっとこれもやった方がいいのかなって言って始めて、はいはい、そう。どうでもいい話だって言うな。え、じゃあ山田さんってスポーツできるんですか。全般ね。なんかできそうな感じがしたけど、うん、できないものほとんどないと思って。あ、そうなんだ。山田さん負けず嫌いや。そう。俺尋常じゃないねその負けず嫌いぶりが。あ、マジですか。嫌なのよ。だからビリヤードでも何でも、もうスポーツ対決したい今度。いや負けないもんだって。なんか得意なの何なんですか。一番得意なの、一番得意なやつ、一番ってやっぱビリヤードだろうな。あ、もうそれはもうだって教えられるぐらいだから。山田さんでも僕もビリヤード得意ですよ。おこれ地元じゃ負け知らずですよ。来た来た来た。ビリヤード、あれなんでじゃあ俺がやってたニコビリに全然出てこなかったの。いやそれはいろ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 。ゲスト出てくれればもういくらでもコテンパンにしたのに。今度やろうか。やりましょう。僕結構ビリヤードだったら自信あるかもしれない。あ、そうなのね、はい、若い頃二十歳ぐらいの時ずっと週4ぐらいでやってました、うん、ああいうターゲットスポーツ得意。いやビリヤードだけですね。ビリヤード、ダーツ。ダーツはそんな得意じゃないです。最終的にあのカーリングまで行くからね。そこまで。ボーリングでやる。あれ全部みんなターゲットスポーツだ。え、ちょっと待って、カーリングやったことあるんですか。え、カーリングってこれでしょ、このゴシ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 もやるけど、そんなにあのこのストーンをずっとさ、あのもう的にまでっていうのはってあるよ。あれはこう交代制だから。え、でもあれできないでしょ。普通のなんかそのプロじゃなきゃできないんじゃないですか。そんなことないよ。体育館貸してくれるよ。じゃあ俺もやると思えばカーリングできるんですか。オリンピック選手になれるよ。まだ2020年。あ、これ2020年はあれか。
夏だ冬季じゃないから、はい、2022年か、はい、間に合うよ。マジですか。やれよ、一回やってみたいな。あれあれあれ、あのゴシゴシする方、ゴシゴシする方すげえ難しいんだ。あれ超ダメそうじゃないですか、ゴシゴシする方。もうやれやれみたいな。あれであんな変わんのかなって思っちゃう。変わる変わる。そうそう、あれでもう、まあ、滑らせるっていうかね。そうそう、ゴシゴシって書かれてる。あのなんかね、ブラシで。そう、ブラシでね。ゴシゴシ。ワクワクバンドはどうだったの。僕らはもう土日やっと練習に切り替わりました。レコーディングは終了したので、うん、おお、いよいよ本番が、まあ、なかなか。本番は4月の1日なんで、それに向けてもう練習してます。ああ、これは練習の合間です。全然練習してないじゃん。いや、ちょっとスイッチが発売されて持ってきたやつがいたんですよ。だからちょっと遊んじゃいましたけど。ほら、アーティスト気取りって書かれてる。いいぞ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 。気取るわそりゃ。そりゃ気取るよな。そうだよ、これだってゼップだもんな。そうですよ、 MV も撮ってますからね。もうアーティストだよな。うん、すごいよ本当。なんかやだな、売れてなんかニコライ卒業とか言われたらすげえムカつくな。いやいや、もう絶対なんかゴシップネタ探しとくからな。今のうちに。あ、今のうちにな。いや、やめましょう。なんか身内潰そうとするんですか。ウィンウィンな関係にやりましょう。そうですね。なんか、あ、本当のスターの写真。え、本当のスターの写真あんの。そんなのが。どれどれ。あ、これね。あ、これ。おお、ほらスターじゃん、ハイドさん。ほら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 、かっけーなー。しかも分かる、僕の横分かる、ちょっとあのコメントで見えないんですけど、ゴールデンボンバーキャン君もそう、これには呼ばれてるのよ。すごいんだから。だからね、司会2人なの。すごいの。なんて贅沢な夫人でっていう。かっけーなー。そう、楽しかったよ、もう笑いだった。これもう、あ、ハイドさんかっけーなー。2日目ね。そうそうそう、衣装もわざわざ2日に変えてもらって。山田さんおしゃれですね。僕毎回ね、ここそうなんですよ、スタイリストさんのいっぱいやってくれまして。そうなのそうなの。いや、もう楽しい。これ本当ね、1回ぐらいこういうの見に来た方がいいよ、うんこちゃんも。楽しいから。いや、行きたいんですけど、ちゃんと場違いじゃないかなと思って。いやいや、ちゃんとやっぱね、金を取るトークショーってどんなものかって見た方がいいよ。あ、ちょっと 見に行きたいですね。見に来た方がいい、はい、大事だから。もうこの来てた人たちみんな幸せだったから、やっぱりね。全然違ったもん、うんこちゃんのとマジですか。みんな幸せだった。幸せの目取ろうとしてました。なんで誰。女の子になってたから。まあ、僕のはなってなかったかもしれないけど。はい、じゃあ行ってみよう。今日はね、新婚で幸せいっぱいの山崎重則さん生登場。妄想ドラマも大発表、第1512回ニコレジ月曜スタート。ということでね、普段ほら音楽のね関係とか、はい、まあ、もちろんそれアイドルとかそういう方ゲスト多いんですけど、はい、また芸人さんもいますが、はい、俳優さんとなるとね、お、これなかなか来てくれないんですよ。そうっすよね。まあ、やっぱりそうでしょ、イメージもあるし、ましてやうんこちゃんの呼びに。そう、うんこちゃんの呼び。うんこちゃんの呼びってところがね。まあ、数々いろんな役者さんもね出てくれるから、今回のこのね山重さん、はい、勇気ありますね。ねえ、さすがっすね。もう器が大きい。いや、これもうほぼほぼシーナ吉原現象だから。山崎さん大丈夫ですよ。本当ですか。すごい楽しみ。百戦出ました。よろしくお願いします。やったよ、俳優って。俳優お願いします。え出るべきじゃなかったですか。そんなことないです。ちゃんと伝えてなかった。事務所さんにちゃんと伝わってない可能性あるね。いや、そんなことない。今ちょっとコメントとか読んでみてもらっていいですか。なんか読めます、これ今。この俺もものすごいスピードで来てますけど、はい、なんかずっと、山崎誠さんっていう方の名前が。山崎誠さんじゃない。違うでしょ。あ、ちゃんとね、山重校長って来てる人もいますね。ありがとうございます。校長っていう説明この後しますけども、はい、じゃあちょっと今ね、お顔だけでも、そうです ね行きましょうか。はい、3219。あ、もう映った。わー、すげー。いや、これはそうだよな。テレビで出てる俳優だぞ。、ね、たまにテレビで見たことあるでしょ。たまに。さすが、ね、分かってる。ニコニコとか分かってる。自分から言ってった。ドラマのほら脇役とかにいるでしょ。脇って言った。脇、さすが、自分から脇って言った。やーべ、分かってる。さすがだ。じゃあちょっとプロフィールを改めて。はい、うん、山崎重則さんは、はい、東京都足立区生まれ、現在43歳。うん、生まれてきてくれてありがとう。ありがとうございます。俳優、声優、タレントとして幅広く活躍中です。お、マルチ。はい、そうですね。ドラマデビューはやっぱラジオ長いから。とにかくうんこちゃんの中に入ってくるだろ。
早くしねえともう喋るとこなくなるからちょっと今危機感を今気をつけた方がいいぞ危機感を覚えました僕は、はい、ドラマデビューは1997年白線流しスペシャルの劇団役カムカムミニキーナね、はい、その後人気ドラマ天体観測ドクターコトー診療所などに出演見たことある見たことありますねさらに昨年女優の吉井玲さんとご結婚したばかりの幸せいっぱい状態でニコラジ初出演となりますありがとうございますどうもこちらこそありがとうございますありがとうございます、はい許されないよね本当ですよ押し入れさんと結婚だよそっちっすか許されないだろ、ね、普通こういう時まずはおめでとうですよおめでとうございます許されないありがとうございますありがとうございます本当に信じられない本当ですね大いなる詐欺なんじゃないかと思ってるそんなこと本当はそんなことないと思うそれはだってじゃあちょっと聞いてみましょうこれ、はい、交際のきっかけは何だったんですか、はいまあでも面識はあったんですよ、はいはい、ドラマで共演したこともで一昨年にまたお会いしまして、はい、でも大して話さないで現場終わったんですけど、はいはい、後日友達と飲んでる時に、はいはい、いや山重さん最近なんかそういう恋バナみたいないんですかみたいなこと聞かれていや実は吉井さんが気になってんだよね可愛いなと思ってって言ったら普通に言ったらたまたまそこにいた子があ私連絡先知ってますよってへじゃちょっと今から連絡してお願いって言って頼んだらさらにたまたま飲んでる場所が吉井さんが住んでたとこと近くてで今から行きますって来てくれその日にその日はその日にすげえでそこで連絡先を聞いてうわこういうことしてるらしいんですよ俳優って普段からうわちょいちょいすぐ2回ぐらい共演するとすぐこういうことしてるらしいですよ何か恨みでも持ちたんですか俳優にでも役者って大体そうよそう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 はい僕の家でその日は、まあ、待っててもらって婚約指輪も、はいお店で買ったんじゃなくて一から作ってもらったんですよ、一からまず石から石を買って削ってでそこでどんなデザインの指輪にしてもらうかっていうのをお願いして、うん、で、まあ、それを受け取りましてケーキ漬けにお酒を一杯飲んでこうと思ったらちょっとまだ全然入ってこないなと思って3杯4杯飲みまして割としっかり酔った状態でフラフラになった状態でそれでガチャッと帰ってきて帰ってきてで本当はもうお酒飲むと外でタバコ吸うんですけど家では基本タバコ吸わないんですけど、はい、やっぱテンパってるからタバコ一本吸っちゃうんですよねもう明らかにおかしいんだ体内臓がめったに吸わないタバコパス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 吸ってで彼女もなんだとなんだろうなどうしたんだろうでも一応考えたセリフがあったんですけど、うん、ここは決めるぞと思って、はい、やっぱ緊張で飛んじゃいまして役者なのに、はい、セリフって飛ぶんすねやっぱり肝心な時に本当、はい、でもう本当最終的にはヘラヘラした感じで結婚しちゃうってって言って終わりですうわもう全然やり直してほしかったねまあちょっとそうですねよいや普通だったらそんなこと言われたらなんかえって言って彼女がね、はい、お断りしますみたいになりかねないよ。いややっぱこっちがねヘラヘラしてるもんでね不思議と向こうもヘラヘラしてましたよ。あーはーいっつって。はい、しょうがねえなっつって。うわー。じゃあ逆にね聞きたいですよ、はい。これ何が変わるんですか結婚すると。どういう風になっていくのかっていう一番今自分で。特に本当に変わらないんですよね。なんかそれが良かったんですよ。その一緒にいてなんかあこのままなんかすんなりこう何の違和感もなく。共同生活できそうだ なるんだろうなっていうことを感じれたんで、なんかあんまり結婚ってイメージしてなかったんですけど、あこの子だったらっていうのが腑に落ちた感じなんですよ、うんうん、あじゃあそれまではもちろん恋愛もあったけど、全然あんまりそっちのゴールはイメージできてなかったなかったですね当時は、はい、で20代とかもあるわけでその30代とかでも、はい、料理だとか掃除はそれまで全部一人でやってた自分で何でもできます僕長いんでその辺はそうかシングル長いんで、うん、っていうことはそうかだから別に彼女にもそれを強制してるわけでもないないですただすごいやってくれますよあら結婚してからもう本当に洗濯機とかも回したことないし、はい、掃除も僕ずっと逃げてますし今や、はい、今やもう多分あの靴下がどこにあるかなんて分かんないですからそう言われたままのが出てくるまたそれがいいんですよねうれしそうなんだこんな顔見たことないもともとね僕が住んでたところに向こうが来たんで、はいうん、自分家だったはずなのに物がどこにあるか分かんなくなってる感じがねまたいいんですよレイちゃんあれどこにあんのって聞く
ちょっとよかった、ちょっとレイちゃんもこれどこにあんの、いいなぁ、なんかそういうの、もう今日告知なんかいらねえだろこれ。何の番組だこれ、新婚さんいらっしゃいみたいな、新婚さんいらっしゃいですよ、どうしたのよこれ、すいませんね、なんかすごいなぁ。でも喧嘩はあるんでしょ、ないわけないでしょ、たまにまあ、向こう基本怒んないんです、僕がお酒好きなんでよく飲み行ったりするんですけども、はいはい、それ飲みっても構わないよ、はい、ただ約束として帰るとき必ず連絡はしてくださいと、はいはいはい、それだけは約束ねって言うんだけど、時々こう飲んで忘れちゃうときとか、はい、あと向こうも仕事してるんで朝早いときに、うん、5時起きに僕が4時過ぎに今から帰るねなんて言ったら起きちゃうんじゃないかなと思って、しなかったりすると、うん、いやそういうときは心配で寝れなかったりしてるから、そういうときでもして何時でもいいからしてくださいっていう、ちゃんとねそこはもう留守を守る身としては、ちゃんと連絡くれなければ、ちょっとまあ、ご機嫌斜めになるっていうか、口角がすごい下がります向こうの口角がやっぱそういう時あんだって、ね、女優の口角下がるってすんごい下がる、危ない危ない危ない、これ急に老け込んじゃうんですよびっくりしたなって、あれ今日見てますかね、どうなんですかね、こういうの時って どうなんですか ね、はい、ちょっとじゃあ今もう一回ね、ちょっとこれカメラスイッチオンにしてもらっていいですか、これね、奥様見てますか、今から一言言ってくれますから楽しみに撮ってくださいね、いきますよ、 3,2,1 旦那さん、キュー、レイちゃんラブズキュンちょっとどういうなんだこの俳優、その言葉のチョイスはどっから、うん、どうしたんだろうこれ、うん、言ってるんですよね、いやもうだからこんなに本当幸せそうなんですよ、うんね、さっき楽屋に挨拶来てくれた時もね、もうね幸せ出ちゃってて、うん、こんな他の役できないですよもう、もう僕の側からこのスタジオの周りにね見てくださってる方いらっしゃるじゃないですか、ガラス越しに皆さん、笑顔忘れちゃったんですよみんな、ね、さっきから僕の話引っ込も笑ってくれない当たり前ですよ、腹立ってね、成功者とさ勝ち組となんかも腹立ってしょうがないからでしょ、確かにね、そういうの俺の嫁元グラビアイイエイイエイイエイ、あれもいい、あれの俺も言いてえそういうこと、すげえ、俺もすげえやつだこんなの来ちゃったこれ、ほんとすごいことだわありがとうございます、すいませんね、なんかね、いやいやのろけちゃっていっぱい、いやいや僕ね、だからほんと改めて思い出すと、もともとねお付き合い古いんですよ、はい、すごい、もう10年以上経ちますよね、そうだね、経つね、僕がもともとやってたラジアンリミテッドっていう番組が東京 FM の10時からやってて、はい、でその枠ってまあ当時、まあ、今からもう20年ぐらい前だけど、はい、ゴールデン枠と言われてたの、はい、ラジオだと、はい、ラジオはやっぱり10時12時だと、うん、みんななんか家帰ってきてからまだネットもないから、はい、ちょっとこうラジオつけて聞いてくれたりなんつって、はい、で当時だと10代とか、まあ、大体そうですよね、高校受験、ね、中学受験、はい、まあ、大学ぐらいのところにみんな聞いて、はい、っていうところの俺の枠の次の代っていうのかな、はい、それが山下君、あ、そうです、そう、その東京 FM のもう本当にゴールデン大事な枠10時12時を任されまして、その後2代目いきなりもう蹴飛ばされて追い出された形だよね違いますよだって本当にレジェンドだから山田さんは、びっくりですよ、いきなり若いやつが入ってきてその枠よこせっつって俺はこれ深夜に、ね、夜もう蹴られちゃうそうそうそう、僕本当に昔お付き合いしていた女性が大学受験の時に山田さんのラジオを聞いてて、はい、そのせいで一浪したって怒ってましたもん聞きすぎ、それだけ影響を与えてたんですね、うん、勉強できねえよっつっていや本当ね、あの枠大変なんですよ、だからそうやっぱりみんな聞いてくれてるし、でやっぱりそのねそういう影響力もあるから、はい、やっぱそういったところをなんとほら、ね、山下君の場合は俳優だったから、そうですね、俳優でいきなり DJ デビューって感じだったんで、みんなすごかったね、やっぱ注目度もこの本当にできるのとか、あとはその何、はい、どういうふうにしてこうやっぱやってくれるの、演じるのそれとも素なのみたいなところを、うん、見事に山下君が校長という役で、もう一人教頭がいて二、はい、人でやってくれてたんですよ、僕も楽しかったね、僕もだから聞いてたもん、その時間帯は、ありがとうございます、だから我々は校長教頭でやったんですけど、山田さんは理事長という立場で、そう、あ、何かあったら行くからなってそう、森友学園だぞっつって何かあったらいつでも行くからね、すいません、言わなくていいよ、それ山田さんおめでとうだってさ、もう森戸とか森友とかもう分かんないの最近紛らわしいですよね、そう、あんた似たもんで落っこ来てんだから落っこ来てんだろうと思って、起きてる起きてる、そう、でもそのラジオやめたのが、まあ、僕がどのくらい前だっけ、2010年とかですかね、でも結構経つんだね、経ちますね、4年半やったんですけど、やっぱりそこからまた、うん、がっちり本腰入れてもう一回俳優っつって、やっぱほらラジオやってる時ってそんなにできないのよ、舞台の仕事とか来ても毎日ラジオだったから、そうですよね、舞台の本番終わって9時とかに終わったらそのままダッシュで東京FM行って10時から生放送とか5時やってたもんね、やってましたね、えぐかったよこれ、このなんか池袋の思い出とかはあるの、山下君は、
僕は本当に、まあ、あれですけど東日本の震災の日がまさに僕そのこの池袋でちょうど地震になったんですよ。311、はい、ここだったの。こう向こう側のゲームセンターにいたんですよ。ネットワークマージャンあるじゃないですか。あれやってたんです。今日笑ってんのか笑ってんのか。あれ結構なオフだったの。1位だと次の回タダでできる。分かった分かった。でタダだったんです。1位でタダでできて、で1回目の揺れの後まだやってたんです。まだやってた。でまた1位取ってタダでやって、2回目の大きいのが来た時にまた1位だったんです。でも店員さんにもう出てくれって言われて。そうですよね。もうさすがに、さすがに今日は危ないですからって。あ、じゃあ忘れもしない日ですね。それね。そうですね、はい、そうなんだよね。もうまた来年、あともう本当に1週間近くでまた来ますけれども、ね、6年目がね。そうですね。そうなんですよ、うん、そういう時期なんですね。こういう山重さん的にはこのニコラジは今回初登場だけど、はい、ニコ生とか YouTube とか最近で言うとアベマとかこういうの見てるんですか。はい、YouTube はちょいちょい。 YouTube でもなんかニコ生あれってやって大丈夫なやつ、言っても大丈夫なやつですかこれって。うん、大丈夫。なんか神回とかよくアップされてたりするじゃないですか。そうそうそう、結局ね、はい、結局あれね、本人の許諾なくアップされてるんですよ。はい、大人同士のガチの喧嘩とかがあるじゃないですか。ああいうのたまに見て、すげえな。なんで山重さん、そういうの見てんだ。あれ好きなの。ああいうのドキドキしちゃうんですよ。超意外。あと寝るときに2分で絶対眠れる音楽みたいなやつ、おお、それがなんか分からない2時間収録されたりするじゃないですか。お、2分で寝れるんだったら2分でいいじゃないかって思うんだけど、なんでもこれ2時間だろうなと思いながらそれ聞いて、そういうとこに突っ込みながら、はい、あ、じゃあチェックはしてくれてるんですね。してます、してます。自分でなんかチャンネル作ってみようかとかそういうようなことはあんま今考えない。そうですね、自分では本当考えられないんで、その呼んでいただいたりね、お願いされたらできるとは思うんですけど、やっぱり役者って自分でもの考えないんですよ。やっぱ与えられたセリフを、まあ、僕だけですよ、他の役者さんはもっと考えてますけど、はいはいはい、やっぱ与えられたセリフを言うっていうのがお仕事なんで、演じるっていうことが仕事だから、うん、はい、何かゼロから1を生み出す人間じゃないんで、こういうのは難しいですよね。でもね、あったら面白い気がしますけどね。今だと例えばこれうんこちゃんはゲーム実況ってやってるんですよ。はい、山重さん例えばゲームしないですか。ゲームやりますよ。それをブツブツ喋りながらゲームするだけでも、あ、昔見たことある、酔っ払いながらバイオハザードをルールも知らないでやってる人のやつとかすげえ見てました。見てたでしょ。はい、あれですよ、やっぱり需要あるんですよ。だから山重さんやってくれてもいいと思うね、やっぱりね。そうですね。その誰々の演技になりきってやってみてくださいみたいな。でも僕事務所からツイッターすら禁止されてるんで。やっぱダメなんだ、こういう人危ないから。そう、炎上系だから。ニコラがしてくれたんですね。最も危ない方してくれたんです。ツイッターダメでニコラしてくれた。事務所の中のその線引きがいいっすね。ありがたい、ありがたいですね。よくこっち来てくれたね、これ。そうですね。じゃあ、うんこちゃん。そうなんですよ。そのニコラジオをご覧の皆様は、もしかして山崎さんのことを気の優しいただのお兄さんだと思ってる人もいるかと思うんですが、はいはい、改めて、そう、とんでもない数の作品に出ているすごい俳優さんなんですよ。本当すごいよ。本当にすごいです。いやいやいや。まずこちらをご覧ください。これ見てくださいよ。読めねえじゃん。まだ本当これ言いたいの。いやいやいや、フォントが。そう。書ききれないんですから。っていうことでしょ。これほどこれだけの量、いやこれだけ一部でしょ。一本当にそうです。なのでもう、うん、これもうこれ以上やったらもう本当に字見えなくなっちゃうから、うん、ギリギリやったな、いろいろ本当に。やったね、これ。いや、思い出されるものやっぱある。こうパッと思い出て、これはきつかったとか、これは楽しかったとか。いや、なんですか、やっぱすごい量だよ。初連ドラが天体観測というやつなんで、それはまあやっぱね、思い出にはありますし。初が天体観測。そうですね、2002年ですね。それでレギュラー出演ってこと。はい。これ最初聞いた時どう思いました、このオファー受けた時。いや、だって次前の日まで本当に週7でバイトしてた人間が急に連ドラ決まったよって言って、もうすぐ次ポスターの撮影ですって言われて、もう今をときめく俳優さんたちに囲まれて、いて、うわ、周り芸能人いっぱいいると思って。もう本当にそんな感じ。そんな感じです、本当に。すごいね、こんなことってありえるの。じゃあその何をしてたからなの、それは。前の日までどんなことをしてたからとか、うん、そういうどういう積み重ねがあったからここに選ばれたの、今思えば。もうずっと劇団カムカムミニキナというところにも、うん、今もいるんですけども、はい、そこで、まあ、八嶋智人さんという方がいらっしゃいまして、はい、その方にもうくっついて歩いて、最初は歩いて、それが最初の頃がいつから入ったんですか。僕もう二十歳の終わりで入ったんで、もう20年以上いるんですけど。で、八嶋さんが出ていくにつれて、まあ、いろんな関係者の方も見に来てくださるようになって、
でちょっとずつなんか知れ渡って、で、きっかけは本当八嶋さんの結婚式の二次会の司会を やるっていうのがきっかけなんですけど、その司会、まあ、すごい有名なそうそうたる方がいっぱい集まってるところで、まあね、グダグダの司会をして、はい、たまたまそのグダグダ感が次の役に合うねっていう誰が見てるか分かんない、本当わかんないです。そんなことあるんですね。その司会引き受けてなかったら今の山重さんないかもしれない。そうです、本当そうです。怖っ。本当にラッキーボーイ。あ、来た。当時僕衝撃場界の万馬券って呼ばれましたからまさかあいつがテレビ出るようになるとは思わなかったって大穴どころかと、はい、それで挙句の果てにグラドルだから大穴どころじゃないだろ。いや本当にね、人生は面白いもんですわ。誰も誰かベットしなかったの山重さんに俺は来るってでも当時から言ってたやつはいたんでしょ。20代でも30代でもなんかこうあいつは大丈夫だ絶対売れるよって言ってくれた人とか。いや自分自身来ると思ってなかったですからねだって僕だあの大学入ってお芝居始めたんですけど、はい、芝居入って2ヶ月目に同級生にしげってさ器用貧乏だよねって言われてもう褒め言葉でもなくて俺もう貧乏だ始めたばっかりなのにくわ。いやでも辞めたいと思ったことはなかった。その辛い時はお芝居ですか。やっぱ30までになんかそれなりのなんか変化がなければ辞めようかなと思ってました。ちょうどそのぐらいちょうどあの初連動が28歳でバイト辞めたのが29歳で辞めれたんで、だからなんかギリギリ間に合ったなとは思いましたけど。何してたんですかその頃バイト。バイトはあの深夜の居酒屋さんとかが閉店後に明日はビールを何ケースとワインのこれとこれとか焼酎これとって発注する酒問屋です。で深夜朝までにそれを伝票を起こしてファックスとか留守電とかの注文伝票を起こしてあの配送の方に流すっていう。それだとあの寝る時間さえ削れば稽古とかあのなんかちょっと仕事が入っても大丈夫なんで、うまく調整ができたと。それだから当時は時給で言うとだからずいぶん良かったです。1,200〜1,300円はもらってたんで。もうそれは何ですか。二十歳でっていうのは何かを見て俳優になろうと思ったんですか。僕割と子供の頃からもう小学校3年生ぐらいの時に役者になりたいなと思ってて、児童劇団とかも自分で応募したんですよ。そんなにハマっちゃったの。もう最初見た時からなんかテレビの中に入りたいと言いますか。で自分で児童劇団応募して、うん、で二次審査のあの1時受かりました、はい、じゃあ2時来てください、受験料5000円ですっていう時に、はいはい、その時たまたまちょっと父親の方がですね働いてなくてですね、あの国の方から割と生活の方をあの保護していただいてる時期だったんでそれぐらい、はい、へーで俺5000円も出せないね。で諦めたんですよその時は。うわそんな時代もあったの。で忘れてたんですけど、あの大学入る時にそれを思い出しまして、自分何したかったっけな、はい、あ、そうだ俺役者になりたかったんだと思って、うんうんうん、大学入った瞬間に始めたんです。すごいねこれ。そしたら今親孝行ものすごいことになってる ね、あの実は実家をですね昨年、はい、あの建て替えたんですよ。あのずっと来た来た来た、あのもう古くなってたんで、はいはい、全部新しくしまして、かっこいい。で地元の方では、うん、あのまあ、息子さん役者だし、はい、あの山重御殿と呼ばれてるんですけど夢あるわ。山重御殿かっこいいね。ただ本当のこと言うと全部払ったの姉ちゃんなんです。いやおかしいじゃない、おかしいじゃない。俺一銭も払ってないんです。何姉さんもっとすげえな。姉さんって何。姉さん誰と結婚してんだ。姉ちゃんは地道に貯金してきたんです払ってあげてそこ弟も。すいません本当に、はあ、でもお姉さんも喜んでくれてるでしょ。だからやっぱ今はまあそうですね、活躍には。はい、だよね。あのジャニーズの、うん、あのあるグループのファンクラブ入ってるんですよ姉ちゃんが、うんうんうん、でその姪っ子も入ってるんですよ。そことなんとか共演できないかってことすごい言ってきます。あやっぱ今ね、何してんのと弟と そろそろ私たちの大好きなあの人とのそうなんです共演はないのかと。これやっぱり一方的には選べないもんなんですか山下さん。いや私が何かの俺これ出るよとか言って決まる仕事なんか一個もないですよ、あれおかしいね、そろそろね。そうっすよね、誰だと思ってんだと、うん、家でずっと電話待ってるんですから今日もオファー来ない今日もそんなわけない今日も明日も明後日も休みだぞって思いながらまあでも確かにさ、俳優さんって待つ仕事でもあるんですよね。本当ですよ。これは正直さ、そのオファーがなくては当然ながらそういう仕事には恵まれないわけで、ね、もちろんたくさんいるわけだから、ね、俳優さんっていう人はね。でもこの実際に役についても楽しい仕事もあれば、はい、うわこれはちょっともう思い出したくないぐらい一番過酷だわみたいなこともあったと思うんですけど、撮影でいうと何が一番辛かったですか。一番きつかったのはその芝居がどうこうとかじゃなくて、物理的にあの一回映画でデーブ・スペクターさんの銅像
に、はい、あの真冬に縛り付けられるっていうシーンがあったんですよ。ロープでぐるぐる巻きに。それもバラエティーですよね。映画です。映画、映画で、あの堤監督、堤幸彦監督の恋愛写真という映画で、あのやっぱいろんなギャグが散りばめられてるんですけど、もう今コメントでは AV じゃないかと。AV でもないですか。違いますか。当時の当時のじゃないかって言われて、そんな AV もないでしょ。当時の監督嫌いじゃないけど乗っかっちゃったよ。乗っかっちゃった。それで本当に真冬の日陰で銅像に縛られて、一回縛ったら簡単にはもうそのそうかロープ解けないんですよ。3時間ぐらいずっと縛られたら、終わった時にもう体が動かなくなっちゃって。本当にじゃあ、あれ体温持ってかれるんですか。全部持ってかれて。すごい。指一本ずつ剥がしてもらったんですもん。それはさすがに辛かったですね。役者さんの仕事はえぐいな。いや、だってそれはシーンとしては一瞬で終わるわけじゃない。はい、そうですよね。3時間とは思ってないもん。あら、僕たちが知らないね、そういうね、あるでしょうね。ドラマの現場とかでよくね、あの兄さんが、お、ドラマなんか撮ってんじゃんって見てくるんだけど、結局そんなに面白くないんで、大体飽きて帰ってきますよね。あ、ちょろっとだけ見て、誰だ誰だって言って、誰かが分かったらもうあとは、はい、同じようなことの繰り返しだし、ね、結構地味なことが多いから。そうそう、同じ仕草をやってくれとか、違う角度でやってくれとか。そっか、そうですよね。ちょっとね、もう僕らは見てる方は分かんないもんね、あの作ってるメイキングをチェックしない限りは。そうですね。丸1日かけて大体10分撮れないですからね。朝から晩まで撮影してもドラマの10分は撮れない。撮れない、なかなか撮れないです。しかも集合時間って大体朝4時とか5時とか早いでしょ。めっちゃ早いですよ。あれおかしいですよね。朝の5時に集合して朝の3時に終わる時ありますよね。はい。あれも本当にね、確実に労災ですよ。ね、もう認定されますからさ、ギリギリやってますから皆さん、ね、今なんかだいぶ良くなりましたけど、ね、ね、昔僕本当に朝の8時に入って次の日の8時に終わったことあるんですよ。でも売れてる方はそのまま違う現場行ってましたからね。そうですよね。集中力とかはどうやって維持するんですかね、そういう時は。僕最近現場で喋らなくなってきました。あ、無駄に。あの年取ってきてエネルギーを温存するために。昔はスタッフさんとかこうやいのやいのやって、ね、現場盛り上げますよみたいな感じでやったんですけど、はい、もう持たないんですよ。それやってると体力が寡黙な人になってた最近。山崎さんって意外に喋らないんですね。クールな感じ。あの昔の僕を知ってる先輩俳優さんとかいらっしゃると、はい、何お前急に最近俳優ぶってよみたいな。これ変わっちまったなみたいな。お前どうしたって言われます。変わったんじゃないでしょうね、はい、温存してる。そうなんですよ、もう持たないんですよ、はい、力配分をねしないといけないですもんね。すごいわ。でもいやでもね、ちょっとね、ふんこちゃん、そうですよ、これだけね、そう、これだけたくさんの作品に出演されているということで、はい、山崎さん自身がきっと胸の内に秘めている自分的に最高のドラマっていうのがあると思うんですよ。それをちょっと教えていただきたいなと思います。こんなのがあればいいんだみたいなこと、うん、はい、ございますね。あ、ありますか。ちょっと今日はそれをぜひちょっと聞きたいですよね、はい、どういうものになるの。じゃあ、うん、これなんか書いてきてくれたの。僕、はい、書いてきました、自分の理想のやつを。映像出しましょうか。まずはタイトルの方から。はい、ほら、タイトルまで。役者は辛いよ。おお、ちょっとどこかで聞いたことあるような感じがします。役者は辛いよっていうのは映画のタイトルですね。これタイトルですね。ドラマで、ドラマでやりたい、連ドラでやりたいんですよね。で、ドラマですね。男は辛いよではなく役者は辛いよ。まあ、ジャンルはですね、まあ、あのマドンナの女優さんが毎回ゲストでいらっしゃるというのの、うん、まあ、恋愛ものですね。毎週ね、はい、まただってあんな綺麗な、ね、奥さんがいるのにこういう仕事でやっぱりさらにやっぱりそういう女優に会いたい。まあ、いやっていうか、まあ、これは多分もう今僕にしかできないんじゃないかなと思ってる。これずっと温めていた内容なんです。お、はい、なぜなら、これ放送時間一応すみません、あの月9 月9やまし月9 すごいとこ来ましたね。これフジテレビとは言ってませんからね。まあでもやっぱ普通月9って言われたら月曜の9時、はい、それはもう別に日本テレビさんでも TBS さんでも、はいはい、ね、それはテレ東さんの MX さんでも、はいはい、ね、それがもう本当にAM9 時でも構いません。AM は見ないでしょ。ちょっと早いな。みんな出かけちゃってっから。ろくな人見てないからその時間。みんなワイドショーみたいだからそこ。そこはその時間は。はい、まあこれ主演なんですけども、はい、一応これ。おお、まあ。まあ茂さんがまあ。茂さん。まあ言ったらやっぱりそろそろ主演見たいよね。はい、そう見たい見たい。やっぱこう、うん、ネクストトラさんにやっぱなりたいんですよね。おーおーおー。ね、国民的なやっぱりヒーローに。代表作と呼べるものをね、こう、はい、作りたいというのも。そうかそうか、うん、これでできたら大きいもん。そうですよね。後々の後のやっぱ仕事が、うん、あのってね感じでね。あのってなるよね。なりますもんね。月9の足立区のね、北千住にね、はい、銅像を建ててほしいんですよね。どうしても茂さんの銅像を。そこにまた3時間縛られるんじゃないですかね。また自分で運転のシーン、まだやってんのだから自ら
そう、まあ、そして共演者どうしよう。はい、これ共演者気になります、気になります。おいおい、ちょっとちょっとこれやばくないですか。あの、まあ、これ基本1話完結になるんで、毎回ね、ガチじゃねえか。今をときめく女優さん方がですね、毎回出ていただくわけですよ。ちなみにちょっと待ってください、これ共演経験で言うと、宮沢りえさん以外は全員あります。うわー、すごいね。どんな匂いなのよ。何ですかね。聞いとこうもそういうのも、うん、多分入れてないはずの柔軟剤が変わってくるどうだったおかしいなっていうこの。やっぱこの人俳優じゃないと思う、ね、こんな返しおかしいだろ。そうですよね。やっぱ喋りたいんだと思うんだよ。体力がなくなってるだけで本当は喋りたいんだよ。そうですね、舞台現場でも。めっちゃ喋りたいですよ。ラジオやりたいですよ。本当にこうやりたいんですよ。こうやりたいですよ。喋りたい。いいね、この役者さんと毎週会えるんだから。毎週ですよ。これはすごい。じゃあストーリーだよ、問題は、はい、これはですね、売れない俳優のしげさん、私がですね、エキストラとしていろんなドラマの現場に行くんですよ。はい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 、なるほど、売れてないからね、はい、うん、でそこで共演するヒロインの主演女優さんの方とひょんなことから仲良くなって、あ、まさか全然立場も違うのに、はい、だからしげさんのアドバイスとか、あら、なんか気がついたらと女優さんの芝居がすごいグッと良くなったりとか。そうかそうか、ほら主役もそういう主役級には聞けないから、はい、なんかこうエキストラのそんな人だったら何気なく聞けちゃうんじゃないかみたいな、はい、監督にめっちゃ怒られてへこんでるところに、おー、どうしたんだよっつってしげさんが現れて、悩んでんのっつって、ね、どうしたんだよって普通エキストラ言えますよ。言えないけど、しげさんその辺ルール分かってるんで言っちゃうんですよ。なるほど、売れてないから、あいつ売れてないあいつね。でね、売れない俳優しげさんはね、はい、いかんせん緊張しいで、本番だったら芝居がでかくなっちゃうんですよ。使われねえやつ、あいつ邪魔だからどかせって言われる。でもキャリアだけはすごい長い、しげさんは愛されてるけど、そう、周りからはすっごい愛されてるんだけど、芝居がでかいんですよ。見て、てか見て、これ見て、これいいね、これ見たい。これもうプロットできてるじゃん。そう、これずっと温めてましたから、うん、これいいな、これ見たい。これがストーリー、ざっとしたストーリーなんですよね。一番のなんか見せ場シーンみたいな、なんか考えられてるんですか。もうなんかこれ最後にですね、毎回まあお決まりになってくるんですけども、あ、うん、まあ勘違いしてね、こう付き合えると思ったんだけど、まあ振られちゃうんですよね、はい、で最後に誰にも気づかれないまま、しげさんオールアップっていうのが結果的にはオチはトラさんじゃない本当だ、全然バスケじゃない。確かにエキストラのオールアップ誰も合わないよね、それは。しげさんオールアップでって言ってくれませんからね。鼻も出てこないし、出てこないんで、でそこでヒロインが鼻もらってんのを見て、しげさんは次の現場に行くっていう。これ見たい。役者は辛いよ。役者は辛い、なんでレギュラーにしないのこれ、うん、これは何とかね、ドラマか。監督兼主演はどうじゃって今コメント来てますよ。監督取ればいいんじゃない、自分でも。監督はいや、できないですよ、それはもう。やっぱ監督兼主演、はい、月9か、月9でエキストラが主演面白いと思うんですけどね、こういうのもね、絶対話題になりますよね。演技のでかいド下手なやつが主役の本番で急にそうだそうだおやだだうるせえなあいつだか。おお、すげえ、やった。これやっぱ世論ですよ、評価高い、うん、これうちの放送で ねこれなかなか出ないですよ。うんこちゃんの放送でね、ここまで毒舌なユーザーがね 92% はすごいですよ、本当に嬉しい。これは見たいって言われましたね、確実にね、うん、やったー。これどっかでやってもらえないかな。そうですね、まあ、ちょっとエロのね要素加えるみたいなね、ちょっと深夜目にして、はい、ヒロインが飛鳥きららさんとか、そうだなんかそういうちょっと変わってきてるじゃん、最初月少なわけねえだろ全然変わってきてるじゃん。月23なのそれ何の男優なんだろ確かに見たい。でもやっぱり監督当時の中で当時の監督でなっちゃうじゃないかよ。これいいプロットでしたね。ここでなんと出た、今日はすごい、はい、山重さん、はい、この番組はユーザーがポイントを持ってまして、はい、自分のポイントを、その貯めたポイントをこの来てくれているゲストのために使うことができまして、桂文枝さんという方から、はい、紀州先駆けの有田みかんジュース1杯差し入れ3000ポイントいただきました。ありがとうございます。文枝師匠ありがとうございます。文枝師匠が届いたんですね。これ今うんこちゃんが大使やってまして、はい、めちゃくちゃうまいんで、ぜひ有田市の。いや、うん、相性悪いですね、うんこちゃんがみかんジュースのタイプ。毎回ちょっと言っていただけるんですけど、それだけは申し訳ないんですけど、はい、あっちのメーカーも OK してくれたらしい。そうなんです、うん、本当に美味しいみかんなんで、ぜひちょっと。さあ、文枝さんありがとう、飲んでくれるよ。うんこちゃん、いただきます。はい、うん、どうですか、どうですか、どうですか。
クソうまい。本当に美味しいですよね。どこだけにね。どこだけに。いやいやマジで本当にうまい。美味しいんですよ。これものすごいんです。超高級な。あの今写真ちょっと出てましたけども1本2000円はするだろうというね。そうなんですよ。これを。これはいいやつだ。本当のやつだこれ。そうなのそうなの。文枝さんありがとう。ありがとうございます。3000円。これあれだ、自分もったいなくて人にあげるやつだな。そう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 、人からもらいたい。俳優さんこれぐらい飲んでくんないと。やっぱり日常もやっぱりこういうの飲んでるでしょ普段。いやいやこんな飲めないですよ。いやまたね、やっぱちょっと今日聞きましょうそういうの。そうですね。昨日のあのだってね、先週だってすごかったもんね、椎名君ね、いきなり印税の話とかしてくれたからね。そうですね。いっぱい聞いていこう。お金の話ですか。俳優さんから印税の話って俺聞いたことないですけど、かも今だかつて。例えば、はい、一番怖かった人って言われたら言える名前今までで。でもやっぱ若い頃やっぱスタッフさんによく怒られてました。その役者さんで怖い人ってのはまずいないですね。へー、優しいですね。まあ、劇団とかだったらもちろん座長に演出家に怒られたりとか散々しましたけど。すげえベテラン俳優になんか意地悪されるみたいな話僕聞いてますけど。誰ですか？それは誰ですか？そいつはすごいんですよ。セリフ忘れるのに自分が忘れたってふりしないで、おいお前だろって言うんですよ。へー、すごいんですから。その人未だにそのトラウマからも逃れられなくて、それ乗り越えて今その人主演になってますけど、やっぱこの割と言っても芸能界シビアな世界なんで、本当にあの評判悪い人とかっていうのは出れないですよ。思うじゃないですか、はい、その人もすごいんですよ。誰ですかそれ。それ誰なんですか。もうなんじゃ山田さん詳しいのそんな。後でこっそり。いやすいません、お願いします。じゃあ一番綺麗だった女優さんは。来た。あー綺麗だ。僕でも本当顔のまでタイプだなと思って、井川遥さん、まあめっちゃ綺麗だった。すごい綺麗ですよね。これね、仕事じゃないですか、はい、でもやっぱもう見たら綺麗なわけじゃないですか、するとどうなっちゃうんですか。その演技忘れちゃうのか、それとももう尋常じゃないところに気持ちを入れ替えてるのか。で、あの一個回路切るんですよ。やっぱ切るんですか。やっぱそのじゃないと仕事になんないんで。なんですよね、だってもうファンで見ちゃうから、はい、で綺麗な人だけど、うん、そういうの一切なしにして普通に接してるから、もう職業病なんですけど、うん、どんだけ綺麗な女優さん見てもだんだん何とも思わなくなってきちゃうんです。すごい。逆に汗かいて、怒られてるスタッフの若い女の子とかの方がグッときちゃったりとかして。危ない危ない危ない。ちょっとそっち見てるときは。そうなんです。本当にこれは辛いですよ。あんなに見たかった人を、ね、いざ会ったらその気持ちで見れなくなるっていう。仕事なんですもんね。だって、キスシーンとかでも本当何とも思わないですもん。そうしない限りは演技になれないんだね。そうですそうです。自分が出ちゃうから。はぁ、そういう回路を切ってるんだ。じゃあ男から見て一番かっこよかった俳優さんって言われたら何ですか。これはもうね、ずっとなんですけど、竹野内豊さん。かっこいいやん。めちゃめちゃかっこいい。あれ大好き。もうかっこいい。性別超えた。もう大好き。いい、もういい、もういい。竹ちゃんならいい。かっこいい。かっこいい人は。でもほら、ね、その撮影の、まあ、要は中断してる場面があったりとか休憩の場面あるじゃないですか、はい、かっこ悪くなってないんですかそういう時。でちょっとあの竹野さんってちょっと抜けてるところなんですよ、うん、天然ボケと言いますか、うんうんうん、そこがね可愛いんですよ。惚れちゃってんじゃん。ファンじゃないですか。もうねたまんないですよね。あの感じが。じゃあかっこいいんだ普段も。めっちゃかっこいいですよ、あのいい声で、うん、なんかちょっとこうもうちょっと山崎さんの芝居で笑っちゃったみたいなこと言ってくれたりするともう本当にもういいな。なんで抱かれようとしてるの。それぐらいだもう。いやーたまんないです。それこそあれですか、一緒にお食事行ったりだとかお酒飲みみたいなこともあったりしたんですか。いやー僕なかなか売れてる方とですね、あの一緒になんか飲み行ったりとかご飯食べたりとかできないですよね。ちょっと緊張しちゃう。緊張しちゃいますよ。あとどこ行ったらいいか分かんないじゃないですか。そうでしょうね。もう気も使うですしね。あーなるほど。じゃあないんですねそういうのはね、接点としては。あんま飲まないですね。だからほんとそんな人がさっきのね結婚話聞くと、その時だけは積極的に電話番号を教えてって今ね来てくれて言ったんですね、よくね。そうなんです。ちょっとその話で思い出したんですけど、さっきの一番綺麗な女優さんの名前吉井玲に書いていいですか。確かに遅えや。俺たちだってみんなで、あそうなんだって思ってガチで言っちゃった。そうだよ。俺なんで井川遥さんちょっとほんとだよ。確かにそっちがガチで言っちゃったからもう今さら戻れないもん。でしかもですね、ちょっとびっくりしたのは、はいはい、あのビッグスリーとも山重さんは、はい、全部共演してるという話聞きました。これ見てください、たけしさんともさんまさんともタモリさんとも、
すべて作品で。そうですね。たけしさんとは？たけしさん僕あのちゃんとお会いしたのは映画ですね。あの龍蔵とシーンの子分たち。あ、ちょっとコミカルな方のあれだ。うん、はい、あの映画だった時だ。ただ一度すれ違ったんですよ。あの大昔映画のスタジオで。うん。なんか血と骨かな、たけしさんがあの言ったいわゆるドカジャンっていうんですか。はいはいはい。で撮影所の向こうから歩いてきて。おあ、自動販売機の前で僕行ったら目の前にたけしさんが通ったんですよ。はいはいはい。ただ目の前通り過ぎただけで全身びっちょびちょ汗かきました。あ、はい、それぐらいすごかったですね、オーラが。すごい人ですもんね、これね。え、これ映画出てるでしょ、だって。あ、はい、でも映画の現場でもたけしさんは基本役者とそんな喋んないんですよ。へ、こっちからすいませんこのシーンってこうなんですかとか言うのもあんまお好きじゃないんです。で僕映画で一言も喋ってないです。結局ともすればおはようございます、お疲れ様でしたっていうタイミングすらなかったです。うわ、来たらすぐ始まって終わったらすぐパッといなくなっちゃうんで。うわ、ほんと地元一緒なんで足立区で、たけしさんと、まあ、芝居の、まあ、イメージトレーニングを散々したんですけど、現場で話すイメトレもすごいしたんですよ。いや僕足立区で地元一緒なんですよねみたいな。そこ入ってこう、そのイメトレすげえ生きてったのに一個もやったんですよ。大御所ってそうだよね、もうどこのタイミングでどうしたらいいんだと全く分かんないまま。分かるわ、やるやる、イメトレしてますよ、たけしさん。たけしさん必ず今度足立区のトーク差し上げてください、これぜひ。さんまさんは、さんまさんは、さんまさんがやってらっしゃる舞台のあのアンダースタディで代役の仕事が役者ってたま あるんですけど、僕まだ全然テレビとか出る前にさんまさんの舞台の違う方の代役で入って、その稽古場であの今日からアンダーで入ります山崎ですっていうご挨拶が最初なんですけど、それもあ今日から入ります山崎です、よろしくお願いしますって言ったら、ああそうかよろしくなって目の前通っただけなんですけど、それだけでももうびっちょびちょですもん本当に。ビッグスリーえぐいね。そうだねこれ。はあ、でタモリさんにお会いしたのがタモリクラブの、もう現場だったんですけど、はいはい、普通にタモリさんが来るの初めてなんでお会いしなきゃと思ってエレベーターの前で待ってたら、エレベーターがチーンって開いてタモリさんが普通にマイク持ったあのいつものタモリクラブのオープニングみたいな感じで降りてきたんですよ。思わずあタモリだってあタモリだタモリさんだけは違うんだ。テレビの感想で言っちゃったたけしさん、さんまさんはもう汗びちょだったけど、はいはいはい、タモリさんは逆に全く緊張させないっていう、すごい、やっぱ逆にすごいなって思いました。それはタモリさんのそれが魅力なんだなっていう、ね、これ。じゃあもうここからねガチのいきますよ、はい、あら一番裏表がある人言ってもらっていいですか。聞きたいですね。ないわけね、だって役者さんですから。それはいいんですよ、そうですね、裏表が悪いことじゃないですか、ポジティブな意味でも。全然違うねっていう、うん、いや僕です出た。僕、いや僕もうちょっとこの世界で長くやりたいんで、はい、すいませんちょっとほらいないですそんな人はこの世にいないですこれがこれ今これを聞いて分かったでしょ、これが裏表があるのは山重だってことなんでしょ。ただ僕が飲んでる時人の悪口めっちゃいますここでは言わないだけ。だからこの人にツイッターさせないようにしてるんですよ事務所が。頭いい、とんでもないこと起きるから。なるほど、さすがだね。正直に言って逃げるなって逃げるわそれそりゃそうだわ。いやでもね、あのね役者、特に舞台役者は僕らもそうだったんですけど、もともと下北とかああいったところで、はい、まあ、演出家の悪口言うか監督の悪口言うかそれが唯一酒の魚っつうか、もう永遠に終わんないよね。はい、もうそれでいいの、うん、もう、まあね、それでね、あとね時代が悪いっつって、そう売れないのは時代が悪いなぜ才能に気づかないそこ見たいわだからだって山重さんだって本当についこの間までそこにいたわけですから、それでもちゃんとこういう風にね結果出してこうやっていけるわけだから、うん、諦めづらい職業でもあんのよこの仕事だから。そういった点ではね、そうですね、これは難しい世界ですけども、まあね夢はありますから ね、40になったって50になったってそこから売れる人もいますからね。そうなんですよ、分からないですから。これ一番じゃムカついた人これそうですね、な山田ひさな、山田ひさなんだっけな山田ひ、俺俳優じゃないじゃんあそうか俳優さん、俳優さんか、そうか人はって言いづらいでしょこれそうですか、言葉にそうですかね。じゃあちょっと言いづらいスケッチブックに書いてもらっていいですかなんでなんで、いや画面に映さないちょっと待ってください。あ、なるほど。あの俺、まあ、こう見せるとするじゃないですかずる見えじゃないですか丸見えでこれ口固いでしょ大丈夫でしょ新人王ファンだもんめちゃめちゃ大御所とかだったらすげえな見た瞬間に誰か携帯持ったらいいやん今俺飛び出しますからねこのスタジオ
なみんな信じようよここは。いやかけるかける。そうなの、はい、残念だな。忘れちゃうんですよ。でも出来事と、じゃあ 俺が書きましょうか。じゃあ山田さんの、じゃあうんこちゃん書いて、その山重さんに一回見せればいいよ。今までで一番ムカついた人は。え、僕の一番ムカついた人、うん、いるでしょやっぱり。ガチ書きますよ。もうこの世界いっぱいいるでしょ。いや、いすぎて困っちゃうんですけど。書いておかな、書いておかな、これ。え、ちょっと1分時間ください、うん、言葉で言っちゃダメだよ。言葉は言わないです。言葉で言っちゃダメ。1分すごい真剣にムカついた人考えですね。いや、ないわけないから。いや、これやってないとこっち行こう。これもう一問行こう。行きますよ。はい、こちら。はい、会う前と会った後で印象が変わった人は誰。そう、これは別に悪いじゃないから。そうですね。あー、ほら、テレビの世界の時と。でも逆に芸人さんってすごい、はあ、おとなしい人多いし、はいはいはい、なんか役者さんって面白い人多いんですよ。へえ、あんまりコミカルなものは演技では見せないけど、はい、プライベートではすごく。吉岡秀隆さんとか僕大好きなんですけども、はいはい、本当に共演させていただいて、もう憧れの人だったんで嬉しかったんですけど、意外とこうなんか例えば手術とか一緒にやってるシーンでメスで僕の手を切ってきたり。もちろん歯落として安全なやつですよ、ね、安全なやつでボケてくんだ。いやー、これだ、危ねえなみたいなことを僕が突っ込んだりとか。あ、これはちょっと僕らには分かんない世界だね。そうですね。へー、あ、そんなコミカルなところもあったり。結構あと小雪ちゃんとかも普通に嘘じゃなくメガネをこうおでこにやりながら、 あれメガネどこだっけって、本当にメガネ、メガネとかをやったりするような。ちょっとそんな割とそういう天然なとこがあったりするっていう。クールに見えるもんね、僕らの印象ではね、うん、ビューティー代表ですよね。そういうのはいいね、やっぱり、はい、山重さんの世界ならではの見れる、垣間見れるシーンだね。そうですね、僕終わりました。書いた、はい、じゃあこっそり山重さんに見せて。山重さんだけに見せます。分かるか、それ言わないでください。山重さんが見ても言わないでくださいっていうか言えないし。え、上言わないでください。なんでそれ。いや、理由だけ。いや理由はもうちょっと、いや理由言うとちょっといろいろなんかもうちゃんもうで、俺すげえムカつくんですよ本当に。俺今初めてこれ出たこと後悔してます。マジで。やっと意味が分かった。ほらうんこちゃんの知らないんだって。ムカつくんですよね。もうちょっと呼ばないでください。僕は。ああ、本当に本当。危ねえですよ。ムカつくやついますよね。本当にこのやめてみたいな。もう山重さんまでやけどするから。プレゼントしますから。プレゼント。これ応募はちょっとニコラに任せますけど。さあ、ということで実は、はい、お知らせがありまして、はい、山口さん何があるかと言いますと、はい、4月の13からでございます俳優座舞台崩壊シリーズ第2弾リメンバーミーでございます。どうぞよろしくお願いします。かなり長くやりますよこれ。2週間近く。2週間。そうなんですよ。その後大阪名古屋福岡と行かせていただきますし。びっちりですね5月までね、はい、見てください、はい、主演きた山崎茂典。いいでしょ。おすげえ。いやありがたい。これはエキストラの役なんですかこれ。違う。役者は辛いよじゃないですか。リメンバーミー。どうやあ、でも役者だ、うん、劇団の芝居なんで、ええ、もう言ったら僕も役者の役ですわこれ。本当に合ってるね、はい、芝居の大きい、あの売れない演劇団のお話なんで。あ、じゃあ結構近い。割と、はい。あら、でもこれね僕知ってるんですよ、作演出大倉くん。はい、ラジアンの作家もやってましたからね。そうなんですか。放送作家でしたから今やもう大スターだけど、はい、そんな方が書いてるんですねこれ。そうなんですよ。本当に笑いに徹してるんで、本当基本的にあの内容は一切ないんです。もう笑かしてなんぼぐらいな。ゆるい内容がふわっとあるだけで。あ、でもいいね。だからそのほら、普段あんまり演劇とかが苦手だっていう人とかでも全然、うん、もうね、もう本当家でテレビ見てるような感じで見ていただければ。そうそうたるメンツ出ますよ。だってこれもう結構これ始まってるの。まあこれからですね。これから、はい、へえ。ただもう去年も一緒にやったメンバーがほとんどなんで。なるほど、はい、じゃあもう勝手知ったる中で、はい、いやー楽しそうだな。ぜひぜひ見に来てください、ね、大阪名古屋福岡まで来てくれますから。これ今全国で見てくれてるね、はい、ユーザーの皆さんもこれ公式ちょっとホームページクリックして、うん、これ、ね、お芝居って本当にいいもんだから、まあ、僕もずっとね長く関わってたからあれなんですけど、はい、本当ねあの本当に好きな人はあの初日中日楽日で行くからね。え、それなんでですか。いやいやもうねだんだん芝居が変わってくんですよ。変わってくんですよ舞台って。やっぱ実は生ものなんで。あ、初日あんな感じだったのに。そう、全然変わるよ。へえ、平気で、うん、まあ、確かにそうっすよね。人間がやってるもんですもんね。そう、初日はみんなで自分たち演出家と役者だけでこう完成形を目指して作るんですけど、はい、お客さん入ったら意外とあこういう解釈もあるよねとかね、こう見えたらこうもっと変わってくるねとかいろいろ出てくるんですよね。へ
面白いよ、その成長ぶりがまた楽しい、その欲も出てきたり、はい、この間がだいぶ縮んでたりとか、あと逆に間を取ってみたりとかって、あ、変えてきてんだねとかって楽しい。ぜひ皆さんにもね、舞台を好きになってもらいたい。ぜひ気になりますね。そう、僕演劇の頃はちょっとなかなかここにゲスト来ないから、はい、こうやってうまくね、こう言う機会ないんだけど、うん、本当舞台楽しいからもっと見てもらいたいんだよね、はい、今でも若い子たちも来てますよね、結構ね。まあ女性の方は本当に多いですよね。そうか、男の方が好きか、男性が行かない、男あんまり行かないんだよね、アイドルのイベント行くくせにね、うん、そうなんですよ。ちょっと行ってみって話なの、絶対楽しいし、あの好みの女の子も出てるから、うん、そうなんです、そういう時あるから。我々の舞台でもね、こう見てこうやってね、やってもらうそういうシーン作ればって言ったんですよ男性の方も楽しめるように。あ、ほらコメントでも来てるじゃん、敷居が高いって言うけど高くないよね、うん、全然高くない。一人で行けちゃう感じですか？あの、全然楽しい。もう、うん、むしろ一人で全く OK な場所です。その方がいいぐらい。僕も行ったことないから、ちょっと。あ、そうだよ、あの本当にこういうのを、はい、あのなんか食わず嫌いせずに、はい、舞台って行ってみてもらいたい。ものすごいまた新しいね、うん、あの楽しみを知れるよ、うん、なんで今までこういうの行ってなかったんだろうみたいな。生ならではの ハプニングもありますし、あるあるある、よ。映画とはまた全然違いますね。そうだね、やっぱ全然違う、はい、で、山崎さんのこともみんなほらテレビとかで知ってるわけじゃない、はい、だから舞台であんまり知らないとしたら、はい、そこやっぱ生で見るの大事ですよ。どれだけ、ね、違うまた演技プランでやってくれるかっていう、はい、生で見たらオーラがすごいんですから私自分でちょっとすごいみんな汗かくって、周りが周り全員客席が汗かくらしいから着替え持って行ってね、さあじゃあちょっと今日の絵を見てみましょうか。はい、まあ、描きました。こちらは絵師でございます、はい、あら目の前で描きました。ちゃんと役者はつらいよバージョンも描きました。嬉しい。こんな感じでしょ、はい、しげさん。うわ、ね、いやいい、これいい絵ですね。ぜひ使ってください。ツイッターとかに、ぜひツイッターで使ってください。ツイッターやってないんですよ禁止されてるんですよ。そうでした、そうだ、すみません。あの記念にプリントして書いてるんですよ。ツイッター禁止されてるんだ。もう確かにだってもうお酒飲んだら悪口しか言わないから、ね、危ないからよかった、ね、はい、いやでもちょっと本当に改めて、はい、これ4月13日からの初日ですけれども、はい、ね、ぜひこの舞台、はいはい、僕らも楽しみしてますんで、よろしくお願いします。頑張ってください、はい、ちょっと懲りずにまた来てください、ね、ぜひ。はい、わかりました、はい、ありがとうございました。はい、はい、ということで山崎茂則さん本日のゲストでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで今週のニコエンド動画をご覧いただきましょう。今週金曜日にゲストで登場してくれるリアル秋葉ボーイズで獣フレンズオープニングを踊ってみたです。どうぞ。エンディングです。ニコラジからのお知らせもよろしく。はい、今後のゲストのお知らせです。7日火曜日は8日にフォースシングルをリリースする6人組女性アイドルグループ妄想キャリブレーションさんが登場。さらにアニメ信長の忍びの見どころを徹底紹介。お侍ちゃんさん、金谷俊一郎さん、長谷川義輝さんが登場します。8日水曜日は 2.5 次元コスプレダンスチームアルスマグナより加納明さん、榊原たつきさんが登場。さらに12日より初の全国ソロツアーを開催する演奏者ジムイン G さんが登場。9日木曜日は人気歌い手ゲロさんが登場。さらにチャンゲロソニックへの出演が決まった人気生主京一郎さんも登場します。10日金曜日は15日にファーストアルバムをリリースする西澤シエナさんが登場。さらにアニソンダンスパフォーマーリアル秋葉ボーイズさんが登場。13日月曜日はトランペットとキーボードの演奏ネタでおなじみ音楽芸人小松さんが登場。
14日火曜日は15日にファーストアルバムをリリースする現役看護師のシンガーソングライター瀬川彩香さんが登場。16日木曜日は月一タムタムボーイズ&メンの田村幸久さんが登場。さらに5人組ロックバンド3ミニッツさんが登場。17日金曜日は15日にメジャーサードアルバムをリリースする大森聖子さんが登場。その他番組の詳しい情報は番組ホームページ公式ツイッターをご確認ください。以上です。こちらからお知らせは、僕はチャンゲロソニック出るぜっていうだけですね、うん、今日の配信は今日はちょっとあと今日明日明後日と僕動画をどうしても撮りたくて3日間お休みさせてください。おそうだってみんな。でも多分やります、ね、なんやかんやで、うん、OK、はい、聞いたぞちゃんと、はい、お前たちの言うことは聞いたぞ。寺田君からは、あ僕はもう4月1日のライブに向けていろいろやってるのでぜひ見てください。はい、山ちゃんはもう本当さっきも言いましたけどね、ちょっと311がまた6年目ということで、ちょっとね福島の郡山 で僕がちょっとまあできることは微力ですが、ちょっとここでオフ会をしようかなと思っております。はい、皆さんもちょっと風化させないようにね、震災のことを忘れないでね、うん、でこれ3月25日は椎名さん、はい、こちら札幌でございます。はい、1枚見てみましょう。今日の1枚こんな感じだ、はい、こんな感じです。おお、いいっすね。ニコラジマと明日夜7時でございます。ここまでのお相手山田社長、うんこちゃんこと加藤純一とセラミカルでした。また明日、ありがとうございました。